どうも、おはこんばんにちは。プラントムーンライダーことプラムーンです。今日は串谷の2019春夏モデルの新商品フローシューズの方を購入いたしましたので、そちらのレビューをしていきたいと思います。今こちらに見えているのがそのフローシューズです。まずは全体像の方を撮りましたので、そちらからご覧ください。では VTR スタート。In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining. さて、今回もナレーションの方で補足していきたいと思います。今回も何種類かのコーディネートをしていますので、少しでも皆様のコーディネートの参考にしていただけたら幸いです。一つ目のコーディネートは全身串谷間になっていますが、ジャケットの方に串谷のフィンジャケットを羽織っています。で、パンツの方はエクスパンドコーデュラワークパンツを履いています。全身がブラックコーデなので、足元に差し色としてフローシューズのレッドを持ってきました。ちなみにこの撮影日は4月初旬なんですが、今はもう9月に入りましたので、約半年間ほど使用したレビューになります。今反復横跳びをしていますが、このシューズはかなり軽くて動きやすいですよ。続いてのコーディネートも全身串谷間になりますが、こちらはジャケットが串谷のフルメッシュパーカージャケットを羽織っています。夏場はこのフルメッシュパーカージャケットにこのフローシューズを合わせて私はよく履いていました。このフローシューズの特徴は、一見カジュアルなスニーカーにも見えますが、しっかりとしたライディングシューズとしての機能も兼ね備えています。このフローシューズは春夏用ということもあり、全体にパンチングの方が入っており、ベンチレーション機能が備わっています。ただ皆様が期待して想像するほどのベンチレーション機能かと言われれば、そこまでではないと私は思います。スピードがある程度出て走っている場合は多少の通気性は感じるのですが、街中をゆっくり走る分にはそんなに風が入ってくるなという感じはほとんど受けません。ですので過度な期待は禁物です。本当に蒸れにくいというのが一番の感想だと思います。このシューズの履き方は、パンツをブーツインしてもブーツアウトしてもどちらでも履けると思いますので、この動画では2通りのパターンで撮影をしております。皆さんはブーツイン、ブーツアウト、どちらの方がお好みですか？私はよくブーツインして履くことが多いです。次はパンツをディーゼルのデニムの方に履き替えています。私は今年ツーリングに行くときはもっぱらこのシューズばかり履いていました。このシューズは真冬の気温が1桁になる時以外は履けるシューズだと思いますので、これから秋に入っても私は履いていこうと思っています。続いてのコーディネートは、初めに着ていた串谷のフィンジャケットにパンツの方はディーゼルのデニムを合わせています。このフローシューズは涼しさという観点でおいては少し期待外れな部分がありましたが、おおむねトータル的には満足しています。まず何を言っても見た目が好きっていうのが一番大きいところですね。あとはボアシステムのおかげで非常に脱ぎ履きがすごい楽です。そしてバイクを降りて街を歩くときも非常に歩きやすく動きやすいシューズなので、とても気に入っています。最後に足元のアップでお届けします。このシューズの後ろ側に大きな切れ込みがあるので、この部分に切れ込みがあることでかなり足元が動きやすいんだと思います。今年のこのフローシューズからボアシステムの方が採用されることになりましたが、皆様は去年までのベントシューズという靴紐タイプの方とどちらの方が見た目はお好みですか？私は便利さとかを考えなければ、見た目だけで言うと去年までの靴紐タイプのベントシューズの方が私は好みです。去年までのベントシューズと今年のこのフローシューズ、どちらが好みか、またコメントの方で皆さん教えてください。いかがだったでしょうか、このフローシューズ。見た感じはこんな感じですね。
この画面で見た方が全体像が分かりやすいかもしれないですね。アップの方が細かく、では見ていきましょう。こちらが左側ですね。私が履いているのは 25.5 センチになります。私は身長体重の方が168センチの60キロなんですけども、手とか足は結構標準よりはちっちゃい方なので、私は 25.5 センチでちょうどです。普段のスニーカーとかもだいたい 25.5 とか26センチは履いてます。ですので普通のスニーカーとかと一緒のサイズでいいかなと思います。左だけここにシフトチェンジのね、ペダルをするときのここに補強がされてます。でこちらは春夏モデルということで、全体的にパンチングがされています。結構ちっちゃいパンチングですね。でこちらのフローシューズはカラーの方が4色展開になります。今年のモデルはレッドと、このレッドと、あとウグイス色の緑、オリーブっていうのと、あとブラックとグレーの方がありました。私がなぜこのレッドにしたかと言いますと、ちょっとブラックコーデの外しとして、ちょっと足元だけちょっとレッドを入れてみたいなっていうのと、あとは夏なんでちょっと明るく気分も行きたかったので、ちょっと派手めなこちらのレッドにしました。でこちらの商品は去年まではベントシューズっていう名前で売られてました。その去年までのベントシューズと今年のフローシューズの違いと言いますと、このボアシステムが採用されたことです。去年まではここは紐になってました。でも紐の方が結構緩むっていう感じでね、結構そういう評価がありましたので、そこの方を改良したっていう形でこのボアシステムの方を投入したようです。でボアシステムの方は使い方は簡単ですね。ここのボタンをカチッと押し込んでいただくと、くるくるくるっと回すと、ここが全体的に締め付けられるっていう感じですね。で外すときはここをもう一回パチンとこういう感じで戻すと、もう一気に緩まるっていう感じです。そのボアシステムっていうのは私初めて使いましたけども、まあ脱ぎ履きは本当楽ですね、このシステムは。ただこちらのボアシステムっていうのはメリットとデメリットを私は感じます。メリットといたしましては、本当に簡単に脱ぎ履きができるというところですね。こういう形で、まあ、すごい脱ぎ履きは楽ですね、このおかげで。でこれから均等に、ここが均等に締まっていくという感じですね。全体的にギューッと、全体的にギューッとホールドしてくれるという感じです。まあ、こちらのボアシステムのメリットといたしましては、本当に脱ぎ履きが楽っていうのと、全体的に均一に締めてくれるっていうところですね。でこちらのボアシステムのデメリットといたしましては、一番は見た目ですね。この見た目、見た目はどうしても去年までのベントシューズでしたら、まあ、紐になってましたんで、本当にカジュアルなシューズっていう形で、ほとんどライディングブーツとはあんまりわからないような形で履けたんですけども、こちらの方が紐ではなくこういう形のなってますんで、そこが見た目の部分がどうしてもカジュアルさに欠けてしまうんですよ。ほんと見た目の部分ですね。私は見た目の方が、ここは紐の方が私は好きです。まあ、皆さんこれは好みだと思いますけどね。 RS 太一の方でもこういった似たようなボアシステムのシューズがありますけども、そちらの方はこのボアシステムを採用されてますけども、ダミーの紐の方が入ってますね、あちらの RS 太一の方は。まあ、見た目的にはあちらの方がいいのかなと思います。このクシタイのフローシューズもダミーで紐があってもいいのかなっていうのは思いました。やっぱりカジュアルさを取るんであれば紐があった方がいいのかなと思いますね、ダミーでも。でもう一つこのボアシステムのデメリットといたしましては、さっき言いましたけども、これが均一に締まっていくんですね、ここら辺もここら辺もここら辺も。でこれは足の大きさによるんですけども、私の場合結構甲が高いんですよ。
甲が高いんで、この部分はどっちかというとちょっと緩めにしたいんですね。この部分は紐とかでしたらちょっと緩めにして、ここら辺とかを締めていくっていう感じで普段はスニーカーとかだったら履いてるんですけども、こちらのボアシステムの場合だとここだけをちょっと緩めでっていうのはできないんですよ。ここだけ緩めで、ここら辺はきつめでっていうのができないんですね。このボアシステムは全体的に均一に圧がかかってしまいますんで、全体的にグッて締められちゃうんですよ。ですので私みたいにここの甲が高い人、ここはちょっと緩く履きたいなとか、まあ、他の足の方とかでも、まあ、ここら辺は緩くしたいのに、まあ、ここら辺は締めてここら辺は緩くしたいなとか、そういった部分的な使い方ができないんですよ。均一に圧がかかってしまうんで、均一にキューってきつくなってしまいますんで、その点がこのボアシステムのデメリットかなと思います。その感覚は私だけなのかなと思ったんですけども、この間櫛谷の箕面店に買いに行った時に他のお客さんもいらっしゃったんですけども、ボアシステムを履かれている方がそういった同じ意見をおっしゃってました。ですので私だけではないような気がします。ただ私も初めここがちょっときついなって思ったりして、ここだけちょっと緩くできないのかなって思ったりもしたんですけども、でも慣れたらそんなに気にはならないですかね。全体的に緩めに履いても結構ハイカットのスニーカーになりますんで、そんなに靴がゆるゆるになったりとか脱げそうになったりとかは感じませんでしたので、まあ、ちょっとここは私は緩めで使ってます。そんなに締めすぎないっていう感じですね。でも本当に脱ぎ履きはすっごい楽ですね。でこのレッドはレッドとホワイトとあとグレーが混ざってますね。結構後ろが結構グレーが強調されます。あとここにブラックも入ってますね。で靴底の方はビブラムソールになってます。こちらビブラムソールグシオンっていう形でなってましたね。まあ、ちょっと何回か履いてますんで、ちょっとね底が汚れてちょっと色が変わっちゃってますけども、新品で購入した時は真っ白でした。ここら辺はこっちが左ですけども、まあ、左右そんなに変わらないですね。右側ここのシフトチェンジパッドの方はついてないですね。富士山マークがここについてます。ちょっとこういう反り返った形につま先がなってますね。ですのですごい歩きやすかったりします、この跳ね上がってることによって。でこのシューズは春夏用っていうことなんですけども、パンチングがこういったところに点々点々っていう感じで全体的に入ってますね。全体的には入ってはいるんですけども、よくよく近くで見たら見えますかね、見てないですかね、見えますかね、ここら辺とかパンチングの穴が貫通してないんですよ。穴っぽくなってるだけで貫通してなくて、ここ風通さないですね。結構そういった穴が何箇所か見られますね。なんか穴が開いてそうで中まで貫通していないっていうところが何箇所か見られます。ここら辺とかもそうですね。ここら辺とかも貫通してないですね、穴が。そこら辺のパンチングの加工がちょっと完璧ではないです。ここも穴が貫通してないですね。でメッシュ部分は本当にこの部分だけですね。ここのここら辺の白い部分見えてますかね、ここら辺の白い部分だけですね、メッシュになっているのは。こことかメッシュっぽく見えますけども、全然メッシュにはなってませんね、ここの部分は。ここら辺もパンチングっぽい加工に見えますけど、特に穴は開いてないです。ここの部分見た目だけですね、穴は開いてないですね。後ろはほとんど開いてないですね。ですので一応ここら辺パンチングっていう形になってますけども、そんなにダイレクトなパンチングはされてないですね。ここのシフトパッドのところも
穴は貫通してないので風は入ってこないですね。私気温の方が10度前後で2時間ぐらいこの靴を履いて走りましたけども、実際期待してたほどの涼しさっていうのは感じられなかったですね。串谷美濃店の店長さんが以前のモデルのベントシューズを履かれてたんで、まあ、どういった感じなのか聞きましたけども、あんまり履いてて涼しいって感じることはないみたいです。でどちらかというと蒸れないかなっていうぐらいって思ってた方がいいっておっしゃってました。で実際にその2時間ぐらいこの間気温が10度の中で走りましたけども、正直私はさすがに気温の方が10度とかでしたらパンチングがされてるっていうことでちょっとは寒いのかなって思ってたんですよ。10度だったら結構ね、普通のスニーカーとかで走ったら結構バイクだと寒く感じたりとかしますんで、結構寒く感じるかなって思ってたんですけども、2時間走りましたけど全然足元が寒くなったりとかっていう感じは全然受けなかったですね。まあ若干風を受けるかな、気持ち若干風が入ってくるかなぐらいの感じでした。でも言われなかったらそんなに風が入ってくるような感じはあんま受けなかったですね。本当に気温10度の中でも全然そんな寒くなったりとかは全然なかったです。ですのでこのベンチレーション機能、このパンチング機能っていうのがあんまり活躍してないのかなっていう感じがしました。まあ、実際ね近くで見るとそんなにパンチングの方が中まで抜けてませんからね。これ表面だけなんか穴が開いてるような感じになってますから、そんなに中まで入ってこなかったですね風が。本当にこのフローシューズを春夏とかで涼しく履きたいって思ってらっしゃる方は多分期待外れに終わってしまうんじゃないかなと思います。本当にそんな涼しさはあんまり感じないです。でも多分蒸れないだろうなっていうのは思います。夏場でも蒸れにくいのかなっていうのは感じますね、このパンチングのおかげで。まあ、なんでこの靴がそんなに涼しくないのかなっていうと、結構しっかりしてるんですよ。肉厚なんですよね、結構至るところが。まあ、そこら辺は安全上でしっかりした作りになってますんで、結構革が結構分厚いんですよね。結構この靴結構しっかりした作りになってますんで、ですので涼しさはあんまり感じないのかなと思います。まあ、またハイカットでもありますからね、結構足を全体的にホールドするっていう感じになってますんで、普通のスニーカーとかに比べたら結構守られる範囲が多いのでそんなに涼しくないと思うんですよね。ですのでこのフローシューズを購入される方はそんなに涼しさはあんまり期待しない方がいいと思います。涼しさよりも夏場にちょっと蒸れにくいっていう感じで、であとは見た目がスニーカーっぽく履けるっていうところが気に入ったならば、このフローシューズは適しているのかなと思います。正直涼しいとかだけを言ったら普通のスニーカーとかの方が多分涼しいと思いますね。このメッシュの部分とかがねもっと大胆に大きくあればもっと風は入ってくるのかもしれないですけども、メッシュの部分は本当にちょこっとだけですんでね、ほとんどそこからの風っていうのは感じなかったですね。気温10度の中でジャケットでフルメッシュパーカージャケットとか着て走ったりもしたんですけども、そちらの方はめちゃめちゃ風が入ってきてめっちゃ寒かったんですよ、10度とかの気温なら。ですのでこちらもパンチングとかねされてますんで、きっと寒いんだろうなと思ったんですけども、まあ、10度でも全然寒くはなかったです。足元が冷えるっていうことはなかったんで、多分夏履いてもそんなに涼しいっていうのはあんまり実感しないでしょうね。ほとんど多少普通のやつよりも蒸れにくいぐらいで思ってた方がいいと思います。まあその部分がね若干ちょっと涼しさに関してはちょっと物足りなかったですね。もうちょっとベンチレーション機能というか、もうちょっとパンチングがしっかりしていてメッシュ部分が多かったりとかしたらもうちょっと涼しかったのかなと思います。でも私はこの靴は見た目の方が気に入って購入しましたんで、まあまあ満足はしています。まあ、まだ夏場とかにねこの靴を履いて走ってないんで、まあその時のレビューとはまた変わるのかもしれないですけども、まあ気温10度とかで走ってもそんなに寒くはなかったっていう感じです。
でも本当シフトチェンジも本当しやすいですよ。シフトチェンジもシフトダウンもこのビブラムソール結構しやすいです。でバイクから降りてもすごい歩きやすい靴です。この靴すごい軽いですからね。軽いんで本当に気軽に履けるかなっていう感じです。何回も言いますけど、ここの部分が紐じゃなくなったんで、まあ、普段使いで、まあ、バイクに乗らない時とかでも履けるのかどうなのかっていうと、そこら辺はちょっと疑問点かもしれないです、まあ、ここは紐じゃないんで、まあ、普通のカジュアルなシューズには見えなくなっちゃいますね、まあ、この部分はねズボンとかで隠してしまったらここの部分はわからないんですけどね。ただこの部分は見えますからね。だからちょっと難しいとこですね。ですのでバイク以外の時に履くかどうかと言ったら、私は多分バイクの時以外ではあんまり使わないかなと思いますね。わかんないですけどね、もしかしたら気に入って普段着でも履くかもしれないですけども、多分夏場にバイクに乗らなくてこのシューズだと、まあ、ハイカットのスニーカーになりますんで多分暑いと思いますね。ですから普通のスニーカーとかサンダルとか履くと思いますんで、まあ、多分バイク用として使うかなと思います。まあ、ここがね以前のベントシューズと一緒で紐だったら、紐みたいなダミーもねしていれば普段着としても履けたのかなと思いますね。一応人気のカラーはグレーみたいですね。一番人気はネットの方で見ましたけど、やっぱり汚れが目立たないっていうのがグレーとかってあるんでしょうね。まあ、ブラックだと夏場に足元が重たいって感じでしょうけども、まあ、グレーだったらそこまで重たく感じなかったですからね。まあ、今年新色のオリーブっていうのも面白いかもしれないですね。まあ、夏用のちょっとスニーカータイプの靴でちょっと蒸れないかなっていう、ちょっと涼しめなシューズを探されてる方でしたら、一度クシタインの店舗でちょっとこのフローシューズの方見られてもいいかなと思います。こちらのフローシューズの値段の方が税込みだいたい2万5000円前後になります。まあ、簡単なレビューにはなりましたけども、こちらの動画が良ければグッドボタンを、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。